本の中の物語のように私たちの物語が始まります。条件はクリアされました。私たちは今日この瞬間を絆と定義し、証明することになるでしょう。ごきげんよう。あ、ミレニアム学園、最高のご奉仕をお約束。説明や解説が必要なら、本の中の物語のよう。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私、本の中の物語のように。あの、私が来て、相変わらず血に目の私ですが、よろしくお願いします。美食研究会のあかりです。これから一緒に美味しいものを食べに行きましょうか。説明や解説が必要なら私に任せてください。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。あの、私が来てもよかったんでしょうか？邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。試練が怖い時、苦難に負けそうな時、私が一緒に立ち向かってあげましょう。本の中の物語のように、私たちの物語が始まります。説明や解説が必要。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。ミレニアム学園、音瀬こたま先生の声が聞こえたのでここに来ました。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。
私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。怪我をされた方はいらっしゃいま、小さいからって舐めないで。ご主人様と一緒に。試練が怖いとき。自警団任務の延長ですね。私が、奥空彩音です。条件はクリアされました。あなたが先生か。今日から私が一緒にいてあげる。任務なら私に任せて。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。ゲヘナ学園給…私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。本の中の物語のように、私たちの物語が始まります。怪我をされた方はいらっしゃいます。ゲヘナの風紀委員長、ヒナ。これはあくまで夏のトレーニング合宿のための格好だから。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の、正義実現委員会1年生真白、お呼びがかかりましたのでこちらに。未熟者ですが、いついかなる時もベストを尽くします。自警団任務の延長ですね。別に遊んでるわけじゃない。偵察任務の途中だから誤解しないで。
ゲヘナの風紀委員長、ヒナ。これはあくまで夏のトレーニング合宿のための格好だから。私はまだまだ強くなれる。先生のためにも強くなりたい。